レオです今回は、おさじでね、たくさん今季のね、コレクション買ってきましたので、そちらを紹介したいと思います。ちなみに今日なんですけれども、はい、スークのね、20周年のアニバーサリーのイベントを、新宿店、伊勢丹のね、でやっていまして、はい、それでね、あの、ピンクのパレット買っちゃいましたよ。リップセットね、欲しいとかって、インスタとかも言ってたんですけど、まあまあ、その話はおいおい、明日するということで、ついでにね、ロケルシャーロマン買ってきたので、 スックはね明日レビューします。ってことで今日はおさじからやっていこうと思いますので最後までご覧ください。では始めるぞ。 パフがね、今時のあの二面になってて、モフモフのものとツルンとした面があります。 実際塗ってみますまあねコレクション名から結構ね素肌を生かす系のねファンデーションだと思っているんですが、まあ、結構シアでねあのカバー力がすごいあるっていう商品ではないんですけれどもこう2面のねパフによって最初カバーしたいところにしっかり塗ってそしてモケモケとしたところでねこうやってエアブラシのようにかけてあげるとこう透けてるんだけど透明だとすごい綺麗に仕上がります。 はい、手に塗ってみると、すごいね、あの、あんまり綺麗に見えないんだけど、 目元だとね綺麗ですねまあ綺麗でなく薄く見えるんだけどこのキラキラのねの透明感がねいいんですよ一応ね濃くはできてこのようにね色をはっきり出すことができます目元でもねこのぐらいのね色を出すことができますそれで実際にやったのはこちらですねこれまずねあのピンクだけ一番下の大きい、まあ、広い面積のアイシャドウ を塗った感じなんだけど、うわー、画像だと伝わらないんですが、こう落ち着いてるんだけどすごく華やかさが出るキラキラになっております。そして全体でメイクするとこんな感じですね。目尻側にあのラベンダーのあさっきのね全体的にピンク塗った後に目尻側にこうパープルを入れて、そこからもう少しこう中央にねあ持ってくる感じ。で最後ねラインっぽくあの赤茶を入れたんですけど、いやね。 伝わんない <laughs>。あの、目の下のところもパープル入れてるんだけど、ほんとね、わずかなね、色の違いなんだけど、こう、スーッとね、入る感じ。で、色がね、はっきり出るわけじゃないんだけど、うわー、発色しないっていう、そういう不満が出ないような、こう絶妙なシアー加減でいや、これはね、あの、他のね、シャドウでね、再現できないなと思った。 はいマルチユースなんでねまずリップで塗っていますこちら精霊ですね黄色なんだけれどもこういう感じちょっとグロス塗ったようなねキラキラそして強敵はねちゃんとねピンク感が出てでもやりすぎないこのナチュラルさ美しいでございますそしてあのハイライトとしてねこのイエローを使ったのこんな感じそしてチークとしてね強敵使うとこういうジュワッとしたものになってで最後ねアイルックですあのねこちらもほん 本当にねあのカメラ映りが悪すぎて美しさが全然ね見せられないんだけど特に精霊ねあのレオ最初ねあのいいかなとかって思ってたの精霊強敵がやっぱ強敵だわと思って精霊いいやって思ってたんですけどこれをねまぶたに乗った瞬間もうめちゃくちゃ綺麗いう照明に当たった時のねラメの質感っていうのがこうやりすぎてないグリッター感ではないんだけれどもこ絶妙なこのちらつき そしてさっきのファンデーションとの質感の違いとかをこうまくでバランスをとってあっと思って、はい、買いま,す <laughs> なびましたそしてまあ強敵はこのカラーかわいいんだけどこう単色で使うとジュワッとした紫になってこう。 可愛いんですがやっぱレオ的には何かねあでも可愛いないやどっちもやっぱねお刺身のいいところはねあのこのマルチユースのアイテムで本当とに、ま、ちゃんとしたマルチユースでこう目元に使ってもチークに使ってもねリップに使っても全部しっくりくるのでこれねポーチに入れとくだけでねもう本当救世主ですということでね最後にレビューをして終わりたいと思います、まあ、今回のお刺身のコレクションであれないじゃんって思われた方がいらっしゃると思うんですけどリップボーダーライナーねあの04 03番って新しい色が出たんだけどめっちゃ03番に似て一応これがねあのレオが超おすすめしているあのシアータイプのリップライナーでめちゃくちゃおすすめなんだけどこれねもう買う気満々でいったら。 これよりちょっとピンクいだけだったの、04番。で、スウォッチして変わんないなと思って、特にレオのね、唇は結構色がはっきり出てるのであ、重ねたらもうどっちも変わんないなと思ってレオはね、はい、変わんなかったんですけど、リップボーダーライナー自体はすっごいね、使いやすいリップライナーで、こうくっきりとね、線が出なくてシアなんだけれども、 あの縁取りはできるのでねあのリップライナーのくっきりさが苦手なんだけどちょっと輪郭がぼやけてきたっていう人はねこちらおすすめします本当コンシーラーとかでねあの口角とか整えることが最近多いんです多い まあ、置いていか。<laughs> あの、そういったね、動画よく見るんですが、普通にリプラインでね、これでいちゃえば楽チンなんで、これはおすすめですが、買わなかったって感じ。あと、リップの方も、迷って、結局精霊にしちゃったんだよね。あの、ピンク系ね、リップバームとリップスティックどっちも出たんだけど、もう唇のせたら同じ感じで、で、よくある色だったので、要は、じゃあ、そしたら精霊買ってね、あの、 こっちのマルチユースがいっぱいある方がいいなと思って、これにしました。で、まあ本題ですけれども、まずファンデーションからいこうかな。今回プライマー出てたんだけど、レオはね、まあ、イヤホあるので、いいかなと思って、あの、ピンクとパープルとベージュのね、あの、カラー系が入った3、3つタイプのものだったんだけど、んまあいいかなと思って、まあファンデーション自体はすごい、こう、カバー力があるわけではなくて、 あの自然な仕上がりになりますので、例えばなんだけど、その今回 UV あの大さじで出たと思うんですけど、似たようなのでね、スナイデルのルミナイゼングトリートメント UV があって、 るのデレオは01番使ってるんだけど、あこれあるからいいかなって,って <laughs> うん。あのパスしましたが、まあ、プライマーある方がやっぱりね。あの薄付きなのでこう。カバー力っていうのはバスかなと思うんですけど、まあ、何もなしでね。塗ってもそこまでなんていうのを使えないってわけじゃなくてこのね。ファンデーションのいいところはこう。 確かに近くで見たらねこうあまり消せてないなーっていうのが分かるんだけどこう遠目で見るとねすごく肌が綺麗に見えてナチュラル仕上がりなんだよね。で粉っぽさっていうのもなくてこれがねパフが2面になっててこっちがモケモケっとしてるものとこっちがツルンとしてるものでこのモケモケで最後整えてあげるとすごいエアブラシかけたような。 ににもななるししパウダーなのにねね乾燥知らずで触ってて、ね、肌がもちもちしてんだよねだからなんかこう薄化粧好きの人だったらねプライマーとかなしで普通に日焼け止めとこれでね済ましちゃってもいいかなと思いますしやっぱなんていうのこうおさじのスタイルとしてね、まあ、と特に今回のコンセプトコレクションはねなんか生きてきた肌ということであえてねこう。 隠さずレオの場合はもうアトピーの赤みが出てるんだけどほんのりねかぶせる形で本来のね肌を隠しすぎないこうちゃんと肌って感じの,あの仕上がりなのでこれ。 レオはねやっぱカバーしたいなーって思うんだけれどもただ遠目で見て光が入った時にすごく綺麗なんでレオはまあいいかなと思ってますが、まあ、カバー力しっかりしたいっていう人にはね向かない商品かななのでうんそうだねあとツヤタイプでもないので本当にこう肌に薄くベールをねかぶせるような感じのものになってきます。まあ 明日ね、一日使って、このスックのね、レビューの時に、あの、話したいと思いますけれども、まあか、コメントが、な、何かしら、あの、フィードバックはね、したいと思います。ってことで、ファンデーション、このくらいかな。そして、アイシャドウね、もう、超風味のね、昔の感じ。えー、一応出そうか。フ <laughs> ポミラーね、割と、こっちの方が、こう、なんだろうな。なんかね、粉っぽいは粉っぽいんだけど、その粉っぽい、 この粉っぽさが飛び散らないというか密着力があるような、ただ粒子のこのキラキラがすごい可愛いんだよね。ほぼ、ほんとそっくりなんだよね。はい。もう、<laughs> まさに一緒なんで、あの、正直言うと、こう、そうだなデパコス4400円のパレットとして考えると、 あの、割高というか、特に風味2000円なんで、クオリティとしては、こう、粉質がね、ズバ抜けていいってわけではないんだけど、ただ、このお刺じのでいいところはすごい考えられている発色と、 この質感の違いとあの色の出方なのでこうご褒美コスメでキラキラとか例えば RMK のシャドウとかアディクションとかスックとかああいったご褒美系ではなくてこうふんわりとして色をさすような感じのパレットでしたね。で発色も薄めなんだけどこう目元にやるとこのまずね ピンク一番ねこのベースカラーになってくるんですこれが意外といい仕事をしていて一見するとねああよくあるベースカラーねって思うんだけどベースカラーにしてはねキラキラが多めに入っていてそれもギラギラしたものではなくてさっと目元にね光を与えつつベースカラーでねこう まぶたのくすみを飛ばしてくれるってことで、このね、あの、カラーがすごく使いやすいなと思いました。そして、まあ、主役かなこのね、パープル。これが、ほんと、他にないようなカラーで、こう、ピンクすぎず、紫すぎずの、このゴールドのね、ラメが入っている感じが、すごい、こう、目元におしゃれ感を出してくれるので、なんかね、引き込まれる目元が作れます。そして、 彫リをね、ちゃんと作ってくれるのがこの茶色。これでね、ふんわーりとしたね、ラベンダーの雰囲気を出しつつ、こう、 これでね、ラインとか引いちゃうとどきつくなるんですけれども、このぐらいのトーンのレッドなことにより、こっちよりもこう赤みというかね、あのー、こっちが青みなので、こういったね、あの、色素の違いとかでも、この影の作ることができていて、あの、すごいまとまったね、パレットだなっていう風に思います。だから、あのー、まあ、ご褒美として買うのはないけど、 こう、ナチュラルメイクが好きだったら、ほんと、色使いとか、あと、風味のパレットのね、これね、やっぱそうだよ、やっぱね、風味が出しそうだね、あの、パレットですね、本当に。なので、風味好きだった人もね、高いんですが、それはめっちゃ楽しいね、面白いと思います。ただ、やっぱり、発色っていうのが、 こうガツンとくるものではないので、ほんと色味の微妙な違いをこのスッとしたね、ナチュラルな肌で合わせてあげるっていうようなイメージなので、だからこう、カバーカバーした肌にはちょっと似合わない感じ、あの、蕎麦かすとか赤みとかを、と合わせるみたいな、<laughs> 自分のこの素肌に合うようなね、パレットだなって思います。本当これは、 多分使っててで、ね、考えてるなっていうのが分かるのでレオはね満足してますね。そして最後レオの大好きなもう何個目フェイスカラーですけどあーもうねこれは本当使えてレオもポーチにねことずたを入れてるんだけどほんとこれはいろんなカラー出てるんですが今回のはこうプラム系のカラーに青ラメが入っている。 ある一種のよくあるパターンではあるんですけど、強敵はね。でもこう唇に使ってあげるとこう。自然なアパールが馴染んでくれて、あの綺麗だし、目元に使ってあげてもちょっとしたね。あのこう、影感っていうのも作れつつこう。光った時のね。 若干の青らめで、こう、面白さが出せるっていうのもあるし、チークとして使うと、割とね、グレープみたいなカラーなので、こう、レオの場合だと、こう、凹む感じ、割と影感が出るような、あの、ものではあったんですが、 でもね、そんな気にせず、でも、あの、この色味よりはだいぶ落ち着いてね、発色しますので、うん、強敵はね、まあ、当たりだな <laughs>。でも、これは決まってた。で、意外だったのがね、これ、精霊で、ね、こう、レオはなんか、そうでもないなとかって思ったの、しかもザラメ持ってるし、いらないかなと思ったんだよね、これね、あの、ニュアンスシャドウスティックっていう、去年の秋コスメ、秋コレクションで出たやつで、この、 イエローでこれがあるからいいかなって思ったんだけどこう使った時のラメ感がすごく綺麗で、あで黄色って言うとねちょっとびっくりしちゃうかもしれないんですけれどもこうパッとね明るくさせてくれてで若干のこのねあの若干ザラメよりもこうベージュベージュでもないんだけどこうイエローがこうレモン系なんて言えばいいの <laughs> な,なんとなく淡い。 肌の色に近いようなね、カラーなので、すごい肌馴染みも良くて、ハイライトとしても使えそうだし、でもね、ちゃんと黄身感っていうのも、黄色感。クリアクリ、ク黄色感。なんか黄身でオレンジではなくてね、こうクリアイエローっていうような感じなので、これもね、目元に使ってすごい可愛かった。<laughs> うん。あとね、リップに使ってあげてもすごく綺麗だったので、 あのー、変にね、こういうのって白み感が出るんだけど、これの場合はクリアっていう印象を受けたので、全然唇に使ってもいいなって思いました。ということで、まあ、おさじはね、基本的にもう外さないなっていうふうに <laughs> 思ってるし、こう、コンセプトがしっかりしていてね、あの、配色と質感のね、扱いというか、例えば、まあ、な、なんでのこのアイシャドウにしても、こう、 計算さ、尽くされてるのがね、いいよね <laughs>。 なんで、まあ、しばらく使っています。ということで、今回はね、おさじの秋コレクションをね、紹介してみました。明日はね、スックですよ。スックね、あの、実は、今、ハンガーおさじでハンガースックでね、もう、おさじに比べてね、もうガツンとね、ガツンと目元がギャッ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 しておりますんで、そちらもお楽しみください。チャンネル登録よろしくな。あと、グッドボタンもよろしくな。以上だ。